なんかね、アニメショップみたいなところがあって、なんか秋葉原に来たし、ちょっとアニメショップでも見ていくかと思って、パーって見に行ったんだよ。で、パーって見に行って、それで、でもやっぱり、その、海外の人めちゃめちゃいてびっくりした。すげえ海外の人いるし、なんか普通にすれ違うと、なんか、オンエアホロライブみたいな、ホロライブって普通に聞こえてくる。怖ーみたいな。そう、なんかさ、スバルさ、この前さ、ミコメットの匂わせの話あるじゃん。スバル、あれさ、言ったんだけどさ、もうスバルね、あれ、匂わせじゃなかって、最近、ディスコードがそうなりがちらしくて、いや、そうなんだよ、あれさ、匂わせじゃなくて、何を思ったかっていうと、なんかね、ミコチの文章がにえから、M、てん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 ってなって、スイちゃんのが H、てん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 ってなって、こんなお揃いになることあると思って、なんか、二人で、仲良く揃えたんだなと思って、それでなんかなんかそれをスバルが匂わせだ、匂わせみたいって勘違いして、えっと思ったんだけど、別に匂わせでも何でもなかったってすいませんって言って、でスイちゃんにさ、ごめんねって言って謝ったからさ、なんかせっかくだからスイちゃんにアンサーのお土産を買っていこうと思って、でそのタイミングでスマホが切れたのね。スバル、いや、スイちゃんのその、好きなキャラクターの名前で、昨日ググったんだよなと思って、なんか髪の毛が赤かった気がするみたいな。それで、アンスタのコーナー行って、で、髪の毛の赤いイケメンだったと思って、髪の毛の赤い、シャンクスじゃなくて、髪の毛の赤いイケメンを探してたんだよ。そしたら、めちゃめちゃ髪の毛の赤いイケメンがめちゃめちゃいるんだよダメだダメだ、もう、そう、もう全員買って、もう全員買って詫びるしかねえと思って。名前も思い出せねえ、髪の毛めっちゃ赤い、みんな。もうそれしか情報がない、今、スマイルはスイちゃんに。もう全員の赤い髪の、グッズを買って詫びるしかねえと思って思ったんだけど、その後パッて横見たら、でっかい、反逆の方の、アケミのでかいポスターがあって、あっ!アケミってなって、で、そのパッて横見たら、ホロライブって書いてあって、みんながわーってなってる、セカンドフェスの画像が置いてあって、あっ!ホロライブ!で、パッて後ろ見たら、ルルーシュ、ルルーシュの、コードギアス、あぁコードギアスってなったぐらいで、なんかもう、ちょっと体調悪くなって帰ったと。頭ぐるぐるすると思って、ちょっともう、一旦帰るかっつって帰ってきた。